おはようございます。一ノ沢翔です。本日はですね、今流行りの高配当ウォレットについて、これまでですね、公認会計士として数々の大企業を見てきた経験や、たくさんの副業を行ってきた経験などからですね、ちょっと思うところがありますので、お話ししていきたいと思います。本当はですね、あんまりこういう話をしても得がないですし、あまりにもレベルの低い話になってしまいますので、あんまこういう話はしたくないんですけれども、ちょっとですね、投資に疎い一般層まで話が来てるというかですね、普段あんまり投資とかしたことないような友達からですね、高配当ウォレットってどうなのっていうような話を聞かれるということがありましたので、ちょっとこれまずいなということで、動画にさせていただくことにしました。まずですね、最初に言っておきたいんですけれども、この高配当ウォレットっていう言葉を聞いてですね、なんだかわからないっていうような人はですね、この動画は正直見ない方がいいです。余計な知識は入れずに、自分のやりたいことに没頭していただくのがいいかなと思います。今日ですね、この話を聞いていただきたいのは、高配当ウォレットの話が友達から紹介が来てるけど実際どうなのって思ってる人であったりとか、内容はよくわかんないけどとりあえずもうやっちゃってるっていうような人に関しては、ぜひ話を聞いて、これからの自分のスタンスをね、どうすればいいのかっていうことを考えるきっかけにしていただければいいのかなと思います。はい、ではまず結論からお話しさせていただきますと、正直あまりおすすめはしません。特に友達を誘うのはやめましょうというのが結論になります。ではその理由等についてね、順を追って説明していきたいと思います。最初に断っておきますけれども、この話はですね、あくまで一般論であって、特定の案件の話をしているわけではないのでご注意ください。もしかしたら今日の話がね、当てはまらない本物の案件っていうのもあるかもしれないんですけども、まあ本心ではね 99.9% 絶対ないって思ってるんですけれども、まあこういう考え方もあるっていうことをね、頭の片隅に置いておいていただければと思います。ということでね、実際にやってる方からの誹謗中傷はまあウェルカムなんですけれども、一つの考え方ですので、あなたのやってる案件のことを言ってるわけではないということだけご理解いただきたいと思います。ではまずですね、すでにもうやっちゃってるんだけど内容を理解してないよっていう人のために、高配当ウォレットとは何なのかっていうことについて簡単にお話ししていきたいと思います。高配当ウォレットとはですね、ビットコインなどの暗号資産、まあ、分かりやすく仮想通貨って言いますけれども、この仮想通貨を入れておく財布、ウォレットで、その仮想通貨を入れておくだけで月利 10% から 25% 程度の配当というものを受け取ることができるようなウォレットのことを高配当ウォレットと言います。この高配当ウォレットのすごいところはですね、友達などを紹介した場合、その紹介した友達が稼いだ報酬の一部、多いものでは 100% だから、友達が稼いだ報酬と全く同じ額をその紹介者にももらえるというような仕組みがあります。これらのですね、高配当ウォレットをやってる会社は代表が大物であったり、すごい有名な企業と提携していたりですね、仮想通貨の取引所を運営してるなんてところが多いです。このような仕組みのため、紹介者をどんどん入れてですね、どんどんたくさん仮想通貨を預けさせれば、どんどん自分の報酬が増えるということになっています。ですので、自分はあんまりお金を持ってないという人でもですね、たくさん友達を紹介して、その友達がたくさんお金を預け入れてくれれば、どんどん大きく稼ぐことが可能になります。実際ですね、大量に紹介者を入れてボロ儲けしている人なんてのもたくさんいます。ネズミ講も似たような仕組みなんですけれども、まあ、ネズミ講もね、たくさん人入れれば儲かるんで、仕組みとしては近いものがあるのかなというふうに思います。このようなね、氷回りの案件を総称してハイプ案件って呼ぶんですけれども、ハイプ案件についても説明していきたいと思います。ハイプ案件とは、ハイイールドインベストメントプログラムを略してハイプと呼んでいるんですけれども、日本語では高収益プログラムと訳します。ハイプ案件は主な仕組みとしてですね、 MLM であったり、ポンジスキーム、ネズミ講などの手法を用いて行われます。 MLM とはネットワークビジネスとかマルチ商法と呼ばれる商売でですね、ネズミ講とは違ってちゃんとした商品が存在しており、違法なビジネスではありません。健康食品などを紹介した人が購入すると、その紹介者にお金が支払われるという仕組みになっています。自分を中心としたピラミッド型の組織が形成されて、そのピラミッドの下層にいる、下にいる人たちが購入する、例えば紹介者の紹介者、まあ、孫みたいなものですかね、が購入した場合も、一定の手数料が一番上にいる自分にも入ってくる、またその下についている紹介者、この人が購入した額の一定割合も入ってくるといったように、ピラミッド型のね、こうまあ図を見たことある人多いと思うんですけども、人がまあ頂点に行って下にいっぱい紹介者がついてる、その人たちが購入した手数料が一定割合で入ってくる
要はいっぱい紹介すればね、いっぱい手数料が入ってくるよというような仕組みになっています。ただ日本ではですね、あまりイメージのいい商売ではないのでおすすめはできません。もちろんね、本当にいいものを売るのであれば問題ないとは思うんですけれども、実際にはですね、お金が目当てになってていらないものを大量に購入して、もう商品は捨てちゃってるみたいな状態になってる人もたくさんいます。ネットとかをね、通じて知らない人に売る分にはまだいいのかもしれないですけども、友達に売ったりすると友達をなくす可能性が高いので、やめた方がいいと思います。ネズミ講も仕組みは似ていてですね、まあ、ピラミッド型の組織が形成されるっていうのは一緒なんですけども、こちらは商品とかはなくても単にお金だけをやり取りします。なので下の人が出資した額の一部がもう上の人に入るっていうシンプルな仕組みです。これは完全に違法な取引になっています。もう一つがですね、ポンジスキームと言われるものです。こちらも聞いたことがある人は多いのかなと思うんですけれども、小売回りのね、事業を行っているというふうに歌っておきながら、実際には資産運用はせずに、出資者、新しく入ってきた人が入れた出資金を上の人に配当として回しているというような仕組みになっています。例えばですね、月利 20% であれば、その人が払った出資金だけでも5ヶ月は配当できますし、新しい人がどんどんね入ってくればその分配当金に回せるので、そのポンジスキームの団体は延命していくということになります。ただですね、いずれ限界が来るので飛びます。飛ぶっていうのは要するに、その運営してる会社であったり団体がもうお金を持ち逃げしていなくなってしまうということです。最低限ね、こういう商売や詐欺手法があるということは知っておいていただきたいと思います。その上でですね、今話題の高配当ウォレットなんですけども、これらのどれに属するのかっていうと、ほぼほぼポンジスキームで間違いないのかなと思います。その案件が本当に信頼できるかどうかっていうのは、その案件がね、実際何で稼いで配当に回しているかということを理解する必要があります。で、この高配当ウォレットですね、行われている事業っていうのは案件ごとに様々でですね、仮想通貨のアービトラージであったり、不動産開発事業、それから仮想通貨の取引所の手数料で儲けていたり、カジノであったりと多岐にわたっております。ではですね、これらの事業で本当に配当を続けていくことができるのかという点について、論理的にお話ししていきたいと思います。まずですね、高配当ウォレットの平均的な配当として、紹介者への報酬も含めて入金した額の 25% が支払われるものと仮定します。そうするとですね、仮に100億円の資金を集めてきたとすると、そのお金を使ってですね、アービトラージをしたり、不動産への投資を行ったりして、配当だけで毎月25億円以上のお金を稼ぐ必要があります。その他ね、運営費用やその会社の人件費なんかもかかりますから、実際にはね、それ以上に多額のお金を稼いでいく必要があります。で、この配当だけが経費としてかかると考えてもですね、4ヶ月で全額返せてしまうぐらいの勢いで稼ぐ必要があるということです。ちなみにですね、アービトラージというものがわからない人のために簡単に説明させていただきますと、仮想通貨のアービトラージというのはですね、取引所ごとの価格差を利用して儲ける手法のことを言います。例えば、コインチェックでビットコインが100万円で売ってたとします。ビットフライヤーではビットコインが95万円で売ってましたと。そうすると5万円価格差がありますよね。そうした場合に、ビットフライヤーで95万円のビットコインを買って、コインチェックで100万円で売る、そうすると5万円利益が出ますよねっていうのがアービトラージです。これをですね、システムを組んで自動で高速で行うということになります。で、これらの事業でですね、そんなに稼ぐことができるんでしょうかっていう話なんですけれども、残念ながら無理ですねと俺は思います。いや、もしかしたら稼ぐことはできるかもしれないです。でも高配当ウォレットの案件では無理ですねと思います。その理由についてですね、5つポイントを挙げて説明していきたいと思います。まず1つ目、そんなに稼げるのに高い配当を払ってお金集めるっていうところです。要はね、どういうことかっていうと、逆の立場になってみて考えてください。あなたが会社を経営してるとします。そしてめちゃくちゃ利益が出る商品を何か一発当てたとします。そこに投資すればどんどん利益が出そうだ、よし、お金を集めてどんどん投資していこうとなった時に、どうやってお金を集めますかっていう話です。普通はね、銀行からお金を借りたり株を発行したりしますよ。そうすればですね、年利 1% か高くてもまあ 3% 程度で今なら借りれますよね。月利 25% ってことは、年利に直すと単利で考えても 300% ですよ。そんなバカみたいな金利でお金を集めようと思いますかっていう話です。特にこの高配当ウォレットっていうのは、その運営してる会社であったり社長っていうのがめちゃくちゃすごい人で、信用力めちゃくちゃありますよっていう説明されると思うんですけれども、信用力が高いんであればなおさら低い金利で借りれますというのがまず1点目。そして2点目、
そもそもその事業でそんなに稼げるのっていうことです。いわゆる一般的な商売で年利 300% もの配当を払えるような利益を出し続けるっていうことは相当難しいと思います。投資の神と言われているウォーレン・バフェットって皆さんご存知だと思うんですけども、この人は元で1万ドルを800億ドルに増やしたと言われていますけれども、この人でさえ平均すれば年利 20% 程度しか増えてません。ということは月利 20% とか 25% っていうのがどれだけ異常な数字なのかっていうのがわかると思います。ウォーレン・バフェットより稼げる人そんなにいますかっていう話です。ではね、アービトラージとかはどうなのかっていうことをお話します。実際のところはこれ実際運営してる人にしかわからないので、あくまでも予測の域を出ない話にはなってしまうんですけれども、それほど多額の利益を出せていないというふうに思います。その心はですね、未だに取引所間で仮想通貨の価格差っていうものが存在しているからです。この話を聞くとね、あれどういうこと、価格差があるから儲かるんじゃないのって思われたあなた、正解です。確かにそうなんです。価格差がなくなってしまったらアビトラージはできません。ただですよ、これだけですね、高配当ウォレットの案件なんかが多額の資金を集めてアビトラージなんかを世界中でやりまくって利益を出していたらですね、取引所の価格差ってなくならないですか？詳しい仕組みまでは知らないですけれども、アービトラージってシステム組んで、取引所のシステムと API 連携って言ってなんかシステムで自動で組んで、システムが価格差が出た時に自動で高速で売買して、こう価格差を利用して儲けるっていう手法なんですね。もしこの人たちがやってるこういうシステムが本当に機能してたらですね、世界中の取引所の価格差っていうのはもうなくなってるはずですよね、どう考えてもって思うんですよね。まあこれに関しては実際のところは正直わかりませんけれども、個人的にはシステム機能してないんじゃないかなというふうに思っております。そしておすすめしない理由3つ目、運営している会社や社長って本当に信頼できるの？っていうことについてお話します。よくね、こういう案件を紹介して、友達に紹介したりするときに、紹介してる案件が詐欺じゃないとか、信頼できるとか、本当に稼げるとかっていう理由を言うときに一番使われる説明がこれです。世界的な企業と提携したりとか、信頼できそうな理由っていうのがたくさん出てきます。でも、正直本当のところはどうなのっていうのはわかりません。その人自体はもしかしたら信頼できる人なのかもしれません。が、実は広告塔として名前と顔を出しているだけで、実際にはその案件に全く関わってないっていうこともあり得るかなと思います。お金で動く人っていうのは世の中いっぱいいるんでね、ただ顔と名前出てその人が信頼できる人だから、その案件が本当に信頼できるかっていうことには繋がらないのかなと思います。で、この信頼できるかどうかっていうのは現地に行ってその人に実際会ったからといってわからないっていうのが結論です。若い人なんかは知らないと思うんですけれども、昔流行ったというかね、話題になった詐欺で、どっか東南アジアの国のエビの養殖の詐欺っていうのがありました。これはですね、実際にその投資を行った人がですね、招待されて現地のエビの養殖場を見に行ったんですね。で、現場でその養殖しているところを見て、もう本当にやってんだな、これ信頼できるって言って、さらに投資額を上乗せしていったりして、結局それは詐欺で全額持ってかれた。で、その実際にその現場で見せた養殖場っていうのも実は全く関係のない養殖場だったっていうような事件がありました。なのでですね、現地を見たからといって決して安心できるというようなものではありません。現地に行ってね、 VIP 待遇を受けて国賓級の扱いですよ。もう警察が先導してね、すごい施設まで連れてかれてっていうような待遇を受けたとしても信頼はできないと思った方がいいと思います。皆さん知らないかもしれないですけども、日本じゃありえないんですけども、海外って警察お金で動きますからね。お金払えば警察が先導車で先導してくれる、普通にパトカー乗せてくれるってこともできますし、お金で何でもできる国っていっぱいありますからね。そういう扱いを受けたからといってこの人本当に国賓なんだっていう風に思ってはダメです。警察動かしてね、その国のすごい施設を借りてすごい料理を出して信頼させてっていうのも、全然その後お金いっぱい引っ張れると思ったら安い投資ですからね。そういうことを理解していただければと思います。そしておすすめしないポイント4つ目、よくね、勧誘する時の謳い文句として本当にこんな稼げるの？っていうようなことを聞かれた時にですね、これもよくある説明なんですけども、あの人たちは腐るほどお金持ってるから、もうどんだけ払っても全然痛くも痒くもないんだよっていうような説明をされることがあります。果たして本当にそんなことはあると思いますか？私は見ず知らずの金の亡者たちに
お金をばらまく本物の大富豪を見たことがありません。そういう本物の大富豪たちっていうのは、例えばね、サッカーチームを買ってみたりとか、F1 のチーム買ったりとか、バスケットボールチームを買ったりとかね。あとは慈善事業を立ち上げて、世界の恵まれない子供たちとか、恵まれない人たちを支援したりとか、そういう事業にお金をいっぱい使うっていう人はたくさんいます。けれども、全く見ず知らずのお金が欲しくて群がってきた人たちにお金をばらまくなんていう大富豪は一人も聞いたことがないです。大富豪っていうのはそういうね、さっき言ったようなサッカーチームみたいな楽しいこととか人のためになることみたいなことにお金は使えますけれども、こんな馬鹿げた使い方をする大富豪は正直いないと思います。まあね、想像すらつかないような世界だとは思うんですけれども、想像してみてください。大富豪になった自分を、もうお金は有り余ってますと、いくら使っても減らないぐらいお金がある自分を想像してみてください。こんなばらまき方しますか？そんなことに絶対使わないと思いますよ。ということです。そしておすすめしない理由、最後、5つ目。大きい会場を借りてバンバンイベントなんかは今でもやってるから、あの会社は大丈夫っていう方がいます。けどそれって本当ですかっていうことです。正直言うと、こういうことをやり始めたら、正直もう飛ぶと思った方がいいです。いよいよやばいんだなと思うのが正解です。もしあなたが投資してる案件がポンジスキームだったとするならば、出資者が増えれば増えるほど配当って爆発的に増えていくんです。要は最初の頃は月に10人新規を入れれば回っていたものが、どんどんね、もう月に1000人入れなきゃとか、月に1万人入れなきゃもう配当が回りませんっていう状況になったら、どん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 でかいイベントやって人を集めて、新しい新規参入者をどんどん入れていかないとお金が回らないっていう状況に必ずなります。そして入金額より出金額が大きくなっちゃうっていうタイミングで運営元は飛びます。でかいイベントをどん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 やってるってことはですね、それだけ新規を集めないとやばい状況にもうなっちゃってるっていうことです。もしね、思い当たる節があるっていう方は、自分の資金を出金する準備をしておいた方がいいかもしれません。ということで、いかがだったでしょうか？こういう話をするとね、実際に中に入ってやってる方からは批判の言葉が出てくると思います。昔、マルチ商法に誘われた時もそうでした。その話はね、詳しくはしないですけれども、結局最終的には全員がそのマルチ商法をやめて、こちらが正しかったっていうのが証明されたわけなんですけれども、実際そいつらが熱くなってる時っていうのは本当に大変でした。もうやめさせようとするものならば、もうヤクザみたいな人を連れてきたりとかね、そんなこともありました。熱くなってる人たちには正論っていうのは通じないので注意してください。なので、やめさせようとしても無駄し、自分のことだけ考えてください。これはですね、以前もお話しした影響力の武器っていう本があるんですけど、その中で出てくる一貫性の法則っていうのがあるんですけども、これが影響していると思います。一貫性の法則とはですね、例えば競馬場に行って、一番っていう馬が勝つという風に考えていたとします。頭の中で。で、実際に馬券を買いましたとするとですね、馬券を買う前よりもこの一番っていう馬が勝つっていう気持ちが強くなります。この馬券を買う前は1番来るかもなーぐらいの気持ちだったのが、馬券を買った瞬間ですね、1番絶対来るみたいな気持ちに変わっていくっていうことです。投資詐欺であったり、出会い系のね、桜相手に課金しまくってしまうっていうような人たちも同じ心理だと思うんですけれども、一度実際にお金を入れてしまうとですね、その時の自分の判断は正しかったっていうことを思いたいがために、後に引けなくなっちゃうんですね。で、どん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 ズルズル行ってしまうということになっちゃうんですね。なので今熱くなってる人も、う有金全部入れちゃってるような人もですね、ぜひ冷静になって考えていただきたいと思います。あとですね、こういう話をするとですね、お前のせいで新規が入らなくなって潰れたらどうするんだみたいなことを言う人がいるんですけれども、それっておかしくないですか？これは完全な言いがかりでですね、新規が入らなくて潰れるっていうことは、それはポンジスキームだからです。あなた分かってやってるんですかっていうことですね。もし本物の案件であれば、新規のお金が入ってこなくても、今あるお金で回して配当しているので、新規のお金で配当しているわけではないので、新規が入ってこないから配当が払えないというような状況が生じるわけがないんです。これから高配当ウォレットとか、こういう配布案件なんかをやりたいというふうに思っている方は、こういうね、仕組みを理解した上でやる分にはいいのかなと思います。いつか飛ぶんだよっていうことを念頭に置いて、元金は最低でも確保した上で余裕資金で回していく分には、まあ分かってるんであればいいのかなと思います。実際にね、ハイプ案件で稼いでる方っていうのは実はたくさんいます。で、その稼ぎ方っていうのは2種類
あります。一つ目は案件が飛ぶ前に配当などで稼ぎまくって、飛ぶ前に全額出金して回収した後で、まあ案件が飛んでももう大丈夫、その前に稼いだよっていうのが一つ目で、二つ目としては自分はあまりお金入れないんだけど、こういうハイパー案件って必ず紹介報酬があるんで、友達とかね、その他知らない人とか、いわゆる養分と呼ばれるような人たちを YouTube で集めたりして、その人たちからたくさんお金を入れさせて、その配当で稼ぎまくるっていう2種類があります。詐欺師 YouTuber たくさんいるんで気をつけてくださいね。まああからさまに詐欺師っていう人何人かいますけど、その人たちね結構チャンネル登録者っていうかね、読者がたくさんいて、信者みたいな人たちがたくさん結構ついてるんですよね。詐欺師って結構ね、言葉が上手いのか何なのか分かんないんですけれども、いっぱい信者がついてます。なのでその人たちが入れたお金でその詐欺師は食ってるみたいな状況があります。なので注意してください。で、詐欺師になりたくなければね、今言った稼ぎ方の後者はもうできないですよね。とすると、まあ前者、リスクを取って前者のもう飛ぶ前に全部回収してやめるっていうやり方、もしくはね、知らないふりしていっぱい人集めて自分も被害者みたいな感じを出すかっていう2パターンですかね。実は YouTuber の中にもこういう人がいて、自分もね散々詐欺案件いっぱい紹介してきたのに、自分も被害者でした、知らなかったですみたいなことを言う人がいます。これ本当にバカなのか計算でやってるのかわからないんですけれども、まあいずれにしろ信頼してはいけない人ですっていうことです。最初におすすめしないといった意味がここまで聞いていただくと分かってきていただけたかなと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけれども、参考にしていただければ幸いです。最後に一応念押ししておきますけど、今日の話はですね、あくまで一般論の話です。なのでもしかしたら本物っていうものも中には存在してるかもしれません。っていうとみんなね、自分がやってる案件だけは本物だって思っちゃうから面白いところですよね。みんな結構自分がやってない案件のことは詐欺だって言って攻撃したりするんですよね。でそこで違う案件同士で戦ったりしてるんですよね。まあ第三者の立場からするとね、っていう話なんですけれども、やっぱ中に入っちゃうと周りが見えなくなっちゃうんですよね。実際に稼げてるからとか、配当が今も払われ続けてるから信頼できるっていうのは理屈になってないですからね。注意してくださいね。飛ぶ前まではどの案件も払われてたんですよ。実際にその会社が本業で稼いでるお金で配当してるってことが本当に確認できたら、その案件は詐欺じゃないっていうことが初めて確認できると思います。長く続いたとか1年続いたとかね、続いてる期間の長さは関係ないですからね。新しい人が入り続ければ詐欺でもある程度続きますんで、その売り方がね、マーケティングが上手ければ詐欺でも1年2年続く案件っていうのは中にはあることはあるので、続いてるから安心っていうものではないので注意してください。もしね、月利で 20% 出してるようなもので10年以上続いてるよっていうような案件があればぜひ紹介してください。もう借金してでもね全額入れます。全財産、もう家売ってでも全財産入れますんで、ぜひ紹介していただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。次回はですね、消費税の軽減税率についてお話ししていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。